皆さんこんにちは、武田塾の川野です。森田です。森田先生、はい、今回は慶応の英語の学部別難易度ランキング、はい、お願いしたいと思います。うん、はい、わかりました。文系と理系に分けてですね、はい、やっていきたいと思うんですが、はい、毎回ねいろいろ言われると思うんですけど、6学部ランクをつけてきましたので、はい、ちなみに森田先生が文学部で私は経済学部ということで、そうなんですよ、文学部ひいきしてたら今日はねちょっと突っ込んで聞きたいと思うんですけどいや毎回で文学部ひいきだって言われるんですけど、うん、簡単だって、うん、解けないだろうお前ら絶対忖度抜けの順位をお願いします。はいはい、第6位小学部、去年ボーンと一気に難しくなってガンと上がったんですが、今年はガクンと、はい、レベルが下がったというか、他がねいろいろあったために、まあ、相対的に言うと小学部かなという感じだと思います。なんで基礎勉強したい人はぜひ小学部の問題でやっていただければと思います。異論は認めますけど確かに解きやすさというか、なんかその癖のなさというのはやっぱり小学部ありますよね。そうですね、まあ早稲田受ける人でも慶応の小学部を入門としてやっておくのはいいと思いますね。ちなみに言うと評論文の部分に関しても論文テストっていう形なので、結構早稲田受験の子でも小論対策ほとんどしてなかったとしても比較的受けやすいのが小学部なので、ぜひねみんな慶応の小学部選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。小論文があるからってね逃げちゃう人いるんです、もったいないです。続いて第5位法学部、またね怒られるっていうか、怒られるな、いろいろ言ってくる人、なんで法学部が一番難しいと勘違いしてるのかですね、本当に理解できないんですが、去年よりも簡単になりました。2021年もなんだそのイディオムみたいなのが消えたので、イディオム問題が普通になりましたし、第1問なんかもう単なるゲームです、単語ゲー、誰でもできるっていう問題なんで、はい、レベルが下がりましたね。長文も読みやすいです、記問が少なくなった分、解きやすい。どうしても単語問題のせいでですね、異様に難しい単語が出てくるので、そのせいで難しいと勘違いしている人が多いんですが、そんなことはありませんので、解けないとダメです。単語問題推測して後のところは確実に取るっていうのが大事になるかなと思います。第4位文学部、文句は言わせません。法よりは難しい、いやいや法より難しいですよ絶対簡単だし時間があるしとか言うんですけど、はい、いやいやいや記述してごらんなさい、本当にできるのかって言ったらなかなか難しいですよ。4択の問題ですら辞書引いてる人たち間違えますからね、単語の意味が分かっても解けるわけではありませんので、読めないと解けないようにできていますので、きちんとやっぱり国立系の対策が大事になります、はい、説明問題とかですね解けるようにしないといけないので大変なところなんですよ。まあ、特に自分の子とかだと記述式をなんとなく自分で書いて、それでなんか三角とかつけてそのまま次の問題とか言っちゃうんですけど、しっかりこれは添削できる人に見てもらった方がいいですね。その通りです。どういうところが最低の基準になってるのかっていうのを知らないと、自分ではできたつもりになってもそこ点取れてなかったりとかありますよね。国語力も見てますから、和訳は非常に綺麗、まあ、日本で一番綺麗な訳にしなきゃいけないと言われたりすることもあるぐらいですから、きちんとした和訳を作ってください。ちなみに森田先生、はい、せっかくの文学部の OB ということでお伺いしたいのが、辞書使えるから何単語知らなくてもいいじゃないかっていうような子もいるんですね。辞書って大体どのぐらい使うのが一般的なんですか。まあ、答えに関係あるところで引くっていうもんだと思うので、そこを判断できるようにならなきゃいけないの で、そんなに引いてたら時間ないですから、単語力つけた上で答えに関係あるところでこれ分かんないんだったら引くとか、和文英訳の時に引くとか、そういうことなので、そんなにたくさん引くわけではないですね。そうなんですね。誤解してる子が本文読んでる、長文読んでる時に分かんない単語あったら都度調べるみたいな、手元に辞書があるとそれに結構頼っちゃう子がいるんですけど、そうすると結局時間なくなったりとか要所をちょっと逃しちゃったりとかってことになるので、使うポイントっていうのもしっかりと戦略を立てていく必要がありますね。そうですね、2000語ありますから、そう無理です。第3位経済学部です。お、はい、今年は設問のレベルが上がりましたね。英文自体はオリジナルで作られた文なので、はい、日本人向けに書かれていて優しいんですが、今回は読解の設問のレベルが上がったということでここに入れています。あとは当然自由英作和文訳ありますからね。今回は大体この小法文経済っていうのが英語の問題のレベルが下の方になるっていうんですけど、今回は頭一つ抜けてるかなって言いますね。別に忖度してませんこの4つの中ではゴンと抜けてるなという印象でした。あとはやっぱりこれも傾向としてどうしても私文対策、自分中心の勉強してる子だとこの自由英作とかが結構ネックになってきちゃうんですよ ね、ね、引用しなきゃいけないですから苦手な人が多いです。何のために引用してるか分かるようにやってくださいね、はい、いよいよ残り2つはもう分かれてると思うんですが、はい、毎回 C と2位がどっちが取るかっていう感じなんですが、はい、第2位環境情報、今年は総合政策の方が難しかったです。だいたいどちらかが難しいんですけど、環境情報が3つ設問があるうちの大問のうちの1個が激ムズで、総合政策の方が2つが激ムズだったので、はい、なんで今回は総合政策の方が難しかったですね。これはまあもう毎年ねどっちが上になるかの1位2位争いずっとしてるっていう感じなんですよね。結
局やっぱり、むずいです。これだけが早稲田のレベルと戦えるっていう感じの英語になりますので、大体いつも言うんですけど、ここが早稲田の法学部とかのレベルになると、国際教養社学理工等なんで、ここの上位4学部のところにこう食い込めるのはこれしかないので、総合政策だけになりますので、この早稲田ね、国際教養とか社学とかね、受ける人はやってみるのもいいと思いますね。ちなみに森天先生的には SAC のどこがやっぱり難しい基準なんですか？まあ文章がまずやっぱりゴンとレベルが違いますね。非常に難しい出典から出てくる、で内容も複雑である、出やすいトピックとか出やすい選択肢っていうのはあるので、ぜひ過去問研究してください。同じ選択肢本当によく出ますね。何単語でも出やすいのがあったりするので、対策はしやすいんですけど、やっぱ難しい、とにかく内容が難しい、そして選択肢もやっぱり手の込んだ選択肢が出てくるので、経済までとはちょっとレベルが違う、経済や法よりも圧倒的に選択肢も難しい、まあ、これが文系学部なんですけど、理系の方もシャカシャカシャカってやっちゃいますね。理系は第4位が看護医療、第3位が理工、ここがどちらかが一番下になっていることが多くて、理工はですね、もう出題形式がコロコロ変わるので対策がしにくいっていうのはありますね。なので難易度がコロコロ変わることがあるなっていう感じで、看護医療が小学部と同じぐらいかそれより優しい学部、理工学部が今年の小学部よりは難しい、法学部とそれぐらい、第2位が医学部で、医学部は国立形式みたいな記述が結構ありますので対策は難しいと思うんですけど、これが文学部と同じぐらいかなという感じで、一番難しいのがいつも薬学部です。1位が薬学部ですので、こう薬学部の方が医学部よりね簡単だと思いがちなんですが、薬学部の方が難しいです。薬学部はいつも SFC レベルですので、相当難しいので、薬学部受ける方はですね、英語をがっつりやらないとダメです。これでね、慶応の全学部見てきたわけなんですけど、難易度が高いところは、例えばこれってもうシスタントがターゲットを完璧にしても全く歯が立たないじゃないですか。SFC を受ける、もう本当に取りに行くってなったら2冊目は必須と考えていいですかね。そしてさっきも言ったんですけど、同じ選択肢が聞かれるんで好みがありますので、過去もぜひ見てですね。そうですね、単語レベル選択肢レベルでここまで繰り返す傾向があるっていうのは結構珍しいですね。珍しいですね。超難単語でもしょっちゅう出てるとかよくありますので、はい、SAC 受ける子は過去問をね繰り返し練習してみてください。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。